ケンシです。今日は新世界です。新世界戦ベロシリーズということで、今ねのんべいの前に来てます。のんべいですよ。褒め言葉じゃないですか。まあこういうことで立ち飲み屋ということです。これから入ってきます。のんべい。大瓶、あとじゃがいもカレー。カレーあったかな。カレーありますか。ないですか。あ、そうや、中トロ、だし巻き。まあ70万や。大瓶に70万なんかなかなかないで。だし巻き。お前あって、俺ちゃんとしてもらおう。じゃあね、そう今言うたら 3点いただきます。あ、うまいな。これは中トロです。うん、で俺はそういう舌しか知らんから。うん、だってユーズポーチは大内はな、コントラストがな。よし、だし巻き。うん、おっ、それだ。この感じ初めて。だし巻きにおろし大根に紅生姜、合いますね。よし、中トロ。ああ、上品な脂身。あ、これうまっ。そんなことないって。それは俺でもちょっと釣れないな思うで。代表だけ全部いいよ。僕はそういうんだ、まあ、ぐらいの方が絶対できへんわけ。ブロケルは次はちょっとガッツリといこうかな。最近、うん、みんなよう休むらしい。優しかった。大丈夫か。今日の方で知り合いに、もうだから金借りよう思ったんだ。だから、だし巻きにつけるっていうのはどうですかね。大根で最後この紅生姜。味が複雑すぎた。最後の中トロ。大トロとは違うこの上品な脂身。その前の週休2日の時もあるから、うまかった。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。まあ、会計で、はい、1010円。はい、はい、ごちそうさまです。ごちそうさまです。今のんべい飲んできました。久々に中トロを食べたと思います。やっぱり中トロは中トロの上品さのまろみのあの脂身、最高ですね。多くはいりません。少し食べて堪能する。それにプラスしてだし巻きに、あの大根おろしに紅生姜。大瓶でいかがでしょうか。1010円ですよ。新世界西成シンバルシリーズ、今後ともアップしていきますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ケンチーでした。